エビフ・イルの像は、東部シリアに位置する古代の都市国家マリの大官エビフ、イルが祈りを捧げる姿を、肩切った像である。この像は、フランスの考古学者、アンドレ・パロットによるマリのイシュタル神殿の発掘中に、発見され、紀元前25世紀のものと考えられている。像は、石膏で作られており、変顔、貝殻、ラピスラズリがはめ込まれている。像を所蔵する。 ルーブル美術館のアイスリンクレアは、仕上げの質感、保存状態、また表現力に富んだ様式からして、大観エビール、ママ、の像は明らかに卓越した傑作である。と評している。半透明の滑らかなアラバスターから作られた、この像は、枝編み在庫のスツールの上に座る男性の姿を、表しており、胸の前で手を結び祈りを捧げる姿は、 彼の神に対する信仰心を示している。男性の頭部は啓発されている。長い顎ひげは縦にカールしており、穴の開けられた部分には、過去には異なる素材が施されていたと考えられているが、現在は失われている。この顎ひげによって、像の方と成功に彫られた柔らかな笑みを浮かべる唇が強調されている。見開かれた青い瞳は特に注意深く、 細部に配慮して成功に作られている。変顔、貝殻、ラピスラズリの組み合わせによって、まつげ、まぶた、角膜及び交際がそれぞれ表されている。ラピスラズリのはめ込み細工は遥か東方のアフガニスタンから輸入されていた。手は胸に寄せて握られており、閉じられた左手は右手の内側に置かれている。像が着ている唯一の衣服は、 シュメール様式のカウナケスと呼ばれるスカートである。この精密なフリース状のスカートは背後に王の存在が確認できることから動物の革製であると見られている。象の足は失われているが、その接続部がスカートの下に確認されている。背中には5つの碑文が彫られており、エビフィルの象、大官男性の意志たる彼が捧げたと記されている。象は アンドレ・パロットに引きられたフランスの発掘隊によって二つに分かれた状態で発掘された。頭部はイシュタル神殿の宮殿外部の歩道で発見された。体はそこから数メートルほど離れた場所でより小さなマリオ・ラムギ・マリの像と共に発見された。像が発見された時、左腕と肘が折れた状態であり、右肘の土台は損なわれていた。この像の発見は、 1933年冬から始まったマリでの発掘活動において初めての大きな発見であった。ありがとうございます。